小口義則は、栃木県上野川町出身の全日本、プロドリフト選手権に参戦する、レーサー、及びチューニングショップ、小口パワー代表。愛称は、帝王小口。サンプロス主催の、イかす走り屋チーム天国に、熊、久保信重や平岡秀浦と共に、K、スタイルウィズ・ラピットとして参戦。第十八回東北大会で、個人戦優勝を果たし、 さらに K スタイルの団体優勝にも貢献した。D1 グランプリには初年度から参戦し続けており、使用車両は日産 180SX が中心。参戦初期の全評判は高かったが、その期待とは裏腹に結果が出ず、2003年以降はスランプに陥った。2004年はヒッピーワークスから日産、シルビアで参戦し、第2戦のスポーツランドス5戦では、 水槽に進出するが、その後は低迷し、何度かの予選通過のみで、ノーポイントに終わった。また、D1 ストリートリーガルにもファルケンカラーに塗られた、トヨタチェイサーで参戦した。2006年は、グランプリとストリートリーガル両方に、チェイサーで参戦。本人曰く、ドリフトの楽しさ、見せる感覚が蘇ってきたとの効果もあり、第5戦のエビスサーキット南コース戦では、 多くのシード選手を倒し、決勝戦は、上尾勝弘のミスに助けられた形になったものの、自身初優勝を飾り、帝王復活をアピールした。2007年は、D1 グランプリに 180SX で復帰。前年の勢いを継続し、D1 随一の高速一気勝負が展開される、富士スピードウェイでの第2戦で、グランプリでは、久しぶりとなるポイント獲得のほか、同じく、 富士の最終戦では初の決勝戦進出を果たし準優勝も飾った。2008年シーズンはファルケンの撤退でタイヤメーカーをダンロップに変更。第2戦富士においてついにグランプリ初優勝を飾った。2011年には第6戦エビスで自身2勝目を挙げる。2012年、2011年まで今村洋一が在籍していたチームボスにて参戦。 マシンは、日産、シルビア。タイヤは5年ぶりに復帰したファルケンタイヤを履く。2013年もチームボスで参戦。カラーリングは、エンドレスカラーに変更された。初開催となる開幕戦前島では、自身3勝目を記録し、また、ファルケンにおけるグランプリ初優勝を決めた。2014年は参戦を休止したが、2015年は、ドルーピーから参戦した。マシンは、 トヨタ86となった。2016年も引き続き86で参戦。2017年以降は D1 にエントリーしていない。ありがとうございます。